を受け継ぐ梅垣清、今年から OK にチャレンジです。さあ周回数は30周のロングディスタンス、前半分はほとんどがブリヂストン、そんな中で後方からのダントップ勢の追い上げはあるのか。最終コーナーから立ち上がってきて、スタートは切られました。スタート三村総太郎、右と左を見ながら1コーナー入っていって、そのままキープ。後ろ佐々木大輝がしっかりついていきます。3番手には踊りを、佐々木が3コーナー入っていきます。イン側から立ち上がって佐々木大輝、一気にトップをもぎ取っていきました。2番手三村総太郎、トップ2がベテラン、3番手以降が新たなドライバーたちの戦いということになります。さあ織田優の後ろにはどうぞの衆がついている。さらにその後ろには2年目とルーキーと入り混じっての集団が離れずについていきます。5番手は佐野、6番手にはこれは金子衆が11番手からスタートをして一気に上げてきましたね。移籍しましたトニーカートのカラーリングです。金子が6番手、そして少しだけ切れ目があって7番手は現在野沢、8番手清水、9番手に高橋春之、高橋春之はスターティンググリッド15番手からオープニングラップで一気に上がってきました。さあそして6コーナーのところで1台止まってしまったのはあのカラーリングは渡部です。渡部智人、6コーナーで再スタートを試みます。ホームストレート、これで2周終了。トップ2は佐々木大輝の後ろに三村総太郎のベテラン対決ワンツーです。もう佐々木と三村と朝日といえばですね、この OK クラスで長年にわたりタイヤ開発も担ってきたそんなドライバーですが、その三村がブリヂストンにスイッチをして、佐々木大輝と今ベテラン対決という形になりました。この対決を佐々木大輝自身も非常に楽しみにしていたというふうに語っています。さあ佐々木か三村か、後ろからは堂々の衆がついていく。4番手に金子が上がりまして、小田優は5番手にドロップ。まだまだ序盤ではありますけれども、どうなるかわからなくなってきました。さあ残念ながら先ほど止まってしまったカーナンバー77番、再スタートを切った渡部智人ですが、後方からトップが近づいてきます。この OK クラスの決勝では周回遅れは存在しません。渡部に対しまして青地に赤バッテンの排除旗、排除旗が振られることになりますが、その前にもう帰ってきましたね渡部智人、残念、開幕戦はリタイアです。第1コーナーのところではトップ2もテールトゥーノーズですが、4番手5番手も非常に近い状況になっています。さあトップ2はね簡単には動かないと思うんですが、4番手5番手は分からないですね。織田の後ろの金子、その後ろの佐野、この辺りはやはり来た佐野勇気、6コーナー飛び込んできます。カーナンバー11番、佐野勇気5番手に浮上、その後ろに金子衆、さらにその後ろにいるのは高橋春之、上がってきた。そして複合のところ一気にイン側アウト側に高橋春之大きく振られました。さあ佐野勇気がこれで上がった、4番手に浮上、佐野と小田がテールトゥーノーズになって一騎打ち状態の4番手争いです。6番手には金子、7番手に高橋、この高橋はもう一度仕切り直しですね。その後ろには清水が上がってきています。さあそしてその後ろ6コーナーのところで入れ替わり立ち替わりのバトルをしているのはこれ以上落ちたくない野沢優斗ですけれども、さあこの野沢なんですがさっきから結構激しいんですよね。こんなにタイヤ使っちゃって大丈夫というような感じです。そしてその後ろからカーナンバー89番の加藤大斗、10番手に浮上、半田正宗とバトルをしましたが半田がまた前に出ていきます。ここは10番手11番手争いです。さあそしてトップは三村総太郎に変わります。まだまだ序盤、後ろからどうぞの試合、6コーナー入ってくる、息のいいルーキーが佐々木大輝をかわして2番手に上がりました。さあそして最終の複合セクションです。トップ集団がこれで膨れ上がりました。5台になります。トップ集団5台、7周終了。決勝はでも30周もあるんですよ。現在タイムとしてはどのドライバーも上げているところ、三村総太郎と堂々の衆が36秒2というラップタイムになっています。で一方ダントップ勢のトップはというと南健介が36秒4ですが、ポジション的には上げてきまして
して14番手、また、ポラチ・リョータが12番手まで上がってきています。20番手スタートのホラチ上がってきています。さあ、そして佐々木大輝がまた複合のところにドロップをしました。4番手に織田優が上がって、佐々木大輝が5番手にドロップ。さあ、いまいち慌てきれていないのか、それとも様子を見ているのか。佐々木大輝、井村宗太郎に対して様子を見ている余裕はないと思うので、ちょっとこの序盤は苦しいのかもしれませんが、まだまだね、8周終了、9周目、そして1台、3コーナー立ち上がりのところで、ちょっと後方にドロップをしてしまったのは、カーナンバー14番のルーキー、浅見健信です。帰ってきました、9周終了、トップ5はちょっと落ち着いたか。6番手、7番手は高橋春之と金子修、そしてその後ろに8番手、清水博信、9番手、野沢優斗、10番手、半田正宗がそれぞれ単独状態です。11番手なんですけれども、ここが入れ替わってきまして、ホラチ・リョータが上がってきました。ホラチ・リョータ、ダントップです。そして、トップに堂園修、堂園修がトップに上がってきた。カーナンバー51番、そして2番手も変わっていく。若者たちがブイブイ言わし始めました。堂園修がトップ、2番手に佐野勇気だ。いや、でもわからないです。まだわからない。三村が3番手、佐々木が5番手というこの布陣。最終的に OQ はやっぱり残り数周の勝負になることが多いので、そこまで対応を持たせないといけないんですが、佐野勇気が入ってきた。去年から高橋と佐野というビレラートのこの2人、速さを見せて決勝では前の方からスタートすること多かったんですけども、勝ちはなかった。さあ、その佐野の後ろで堂園がイン側を守る。三村に対してラインを防いでいくような動きを見せています。後ろの三村は前の若手を焦らせることによって対応を減らせることができました。3コーナーでもイン側に入っていくというラインを見せながら飛び込んではいきません。佐々木大輝は前からちょっと離れつつも様子を見ている。そんな佐々木に高橋春之と、そして金子修が近づいてきて、トップ集団は7台、トップ集団は7台です。8番手の清水博信の動きも気になるし、9番手、10番手の野沢と半田も2人でやり合っているし、最終コーナーから立ち上がってくる。そして11番手のホラチ・リョータ、ダンロップ勢の最上位がホラチ、そして鈴木俊也、南俊介、みんな上がってきた。さあ、トップに対してはコンパ4ぐらい、このラップタイムとしては遅いんですけれども、この11番手以降の集団がどうなっていくのかも今後楽しみです。というのはダンロップ勢はタイムが落ちない、タイヤの持ちがいいという定評があるんですね。さあ、複合のところでは三村宗太郎が堂園をかわして2番手に上がります。このブリヂストン上位勢のバトルが激しくなれば、後半消耗が激しくなってタイムが落ちてくることが考えられます。その時にタイムが落ちないというダンロップ勢がどうなるかです。さあ、そして1コーナーのところでは1台ストップをしてしまいました。カーナンバー18番です。野沢優斗かですよね。ドロップをしてしまいました。ストップ、野沢優斗が1コーナーでストップです。これで1コーナーで木旗が振られています。さあ、ホームストレート、カーナンバー11番佐野優輝は後ろにコンマ5秒の差をつけている。必勝逃げ切り体制か、佐野優輝。去年のランキングは第11位という佐野優輝、速さはあったんです。そしてこの OK クラス、上位からスタートすることが多かった佐野勇気なんですけども、去年は表彰台というのはありませんでした。最上位は4位ですかね、佐野勇気。さあ、ホームストレート、最後まで持つのか。ラップタイムは36秒2、三村宗太郎はそれを上回って36秒1。さあ、織田、堂園、佐々木、さらにはそこにじりじりっと高橋、金子、さらに清水、半田、
上位9台がワンパック、さっきまでここに野沢もいたんですけどもね。そして洞地亮太を先頭とするダンロップ勢の追い上げが10番手、11番手に洞地と鈴木という、この今年からダンロップに行った若手2人が、去年のランキング上位の2人が上がってきました。そしてその後ろには佐藤亮と、さらには南俊介、そして朝日ターボというダンロップ勢が10番手からです。タイム的には現在36秒4というところです。トップ2が36秒2というところなので、さあこれどうなるでしょうね。現在16周終了、17周目ということになります。さあホームストレート、ようやく折り返しを迎えております。 OK の決勝です。トップの佐野勇気の後ろにだんだん三村宗太郎が近づいてきた。佐野勇気は若干勢いが止まりました。さらにその後ろの小田優もペースを上げて三村についていきます。堂園がちょっと苦しくなってきたかなという感じ。堂園周はこの OK に上がってヨーロッパの経験は十分に生きています。ただ勝てるかどうかは分かんないけど、目標は優勝と言っておきます、言っていました。佐藤玲は本当優勝って言い切ったよって言ったら、でもまあそれぐらいでないとダメですよねっていうようなコメントをしてました。あ、そして1台止まった、田中風樹だ。田中風樹が止まってしまいました。最終セクションです。トップは3コーナーから4コーナーです。トップ3ギャップが近づいてきている。4番手以降が離れました。堂園と佐々木大輝が離れた。そしてその後ろ、高橋春之の後ろから金子がぴったりつけて、じりじりと清水博信が近づいてくるといった感じ。さあそして田中風樹は再スタートを切ったんですが、トップ集団が追いついてきたので、これはもう排除っていうことになっちゃいますよね。あ、田中風樹分かってないのか、戻ってきちゃいましたよ。排除型が振られます。さあ19周終了、20周目レース後半に入りました。トップの佐野勇気のタイムが36秒3。追い上げているダンロップ勢の最上位は鈴木時矢に代わりまして、時矢のタイムが36秒4。前の方のトップ集団の後方が36秒5とかになってきましたから、これはじり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 っとではありますが追いついてくる展開です。さあただ残り10周でどこまで食い込んでいけるかというのは大きなポイントになってきます。32台エントリーしてますので、まあ、この11番手から14番手ぐらいまではポイントは取れるけれども、ちょっとでも一つでも大きいポイントを取りに行かないといけないし、でも今日はね、このあと第2戦の予選決勝も残っているから無理はできないしというところ。さあトップ2もかなり接近、三村宗太郎もいつ行ってもおかしくないぐらい、小田優も行けるぐらいのところに近づいてきて21周終了。トップタイムは36秒4。あーっと、そして佐々木大輝ホームストレートでストップ。今日はもうなんかこの手のやっつき的なストップが多いですね。なんと佐々木大輝はここでリタイアです。これは無念。さあトップは佐野、2番手に三村、3番手小田は予断を許さない状況になっています。最終セクション、三村宗太郎飛び込む、イン側入った。小田優はついていかない。佐野勇気は若干粘るが後ろ引きました。ホームストレート、残り周回数8周で三村宗太郎がトップに浮上。三村が絶対的な自信を持っているのがこの茂木というコース。そして三村は毎年開幕戦に強いというような実績があります。そしてヘアピンでは小田優が佐野勇気を捉えて入ってきた。トップ3入れ替わります。4番手堂園はこのトップ3の入れ替わりに乗じていきたいところですけれども、単独でちょっと追いつけそうにありません。さあそしてその後ろのですね、金子周先頭のところに清水博信も半田政宗も近づいてきて、半田前、清水が後ろ、そして離れまして鈴木時矢9番手、洞地亮太、その後ろには朝日田元と佐藤亮太の2台、そして大きく離れて宮城が13番手、14番手は浅見謙信を先頭に渡来大地、山田入り、田中輝久と続いています。トップ3は S 字から複合へ、小田優仕掛けた、三村に離されないうちにということか。
カーナンバー25番ドラゴンコルテの小田優です。クロッククロックビレルみたいな感じになりました。正確にはドラゴンクロックビレルというところですが、この3体それぞれブリヂストン、ルーキー小田優が現在先頭、大ベテラン三村宗太郎が2番手、そしてまだ OK では若手の方になります、その勇気が3番手。さあこれはどうなっていくか、複合のところでは動きません。そしてダンロップ勢の最上位鈴木時矢ですが、現在36秒6というタイムを出していますが、トップの小田と三村が36秒1とか36秒3とかで走っているんですよ。これは驚異的です。小田と三村と佐野のペースが驚異的なんです。後のドライバーは36秒6とかで、この辺はもうねダンロップが上回ってきてるんですけども、トップ3だけがずば抜けて速いタイムを叩き出している。それを証拠に4番手の道後川もうじりじりと遅れていっています。ルーキーとしては上々の滑り出しではありますが、道後の小田がトップを取っているので心中穏やかではないでしょう。さあそして複合のところでは、後方から追い上げてきたダントップ勢が半田政宗を飲み込みました。鈴木特急が上がってきた。残り周回数は4周。さあ鈴木特急は続いてのターゲットは清水博信ですが、ギャップがコンマ4秒あります。これを最後4周で削っていけるか。そしてトップはカーナンバー25番の小田優、ビッグカンパーがもう最後きっと粘りたいところだと思うんですけど、ちょっと隙間が空いています。ホームストレート、小田の後ろ三村ちょっと空いたコンマ3秒。3番手佐野勇気はもう完全に力尽きたかのようにタイムが落ちました。トップの小田だけが36秒1、2番手三村が36秒2、小田優が驚異的なタイムです。さあタイムトライアルのタイムが35秒0というところだったんですよ。そこからですね、ほぼほぼ1秒落ちぐらいで走っている各ドライバーたちです。これでカーナンバー20番の竹本柚月も終了ということになりまして、トップは1コーダー、もうこれはもう小田優間違いないというぐらいまで来ました。最後の最後エンジン持たせきることができるか。昨日までは非常に暑かった、そして今日になって急に肌寒くなりました。本来の気候に戻ったという感じのこの開幕戦の決勝。さあもうカーナンバー25番の小田優はラストスパートに入っています。おととしは FS125 クラスのランキング12位というところで、去年は目立った活動をしていませんでした小田優が、なんと OK に入りましてドラゴンコルテの看板背負ってファイナルラップへと入っていっております。2番手には三村宗太郎、3番手には佐野勇気、4番手道後の5番手には金子単独になっています。6番手高橋、7番手清水、そして8番手にホラスと鈴木が上がってきて、その後ろに朝日ターボ、このようなトップ10で今トップは最終セクションから立ち上がってきました。カーナンバー25番小田優、かつての佐藤蓮を思わせるかのようなルーキーの開幕戦勝利です。カーナンバー25番ドラゴンコルテの小田優。